初銀座のダイソースタンダードプロダクト3B のこの3つに行っていきたいと思います。多分お高いダイソーかなみたいな。ということでですね、めちゃくちゃ買っちゃいました。テンション上がってね、たくさん買ったんですけども、お家で紹介しているほのぼのなえの。はい、ということでおうちのほのぼのとそうなってんの、はい、のえのんです。あの、なんで今そうなってんのって言ったのはですね、私行ってないんですよ。はい、なんか座銀に行ったみたいな話聞いたんですけど、帰ってきた次の日ですね。はい、服が変わってますね。ということで座銀で何買ったんですか。なんかこのスタンドルービー、うん、スタンドルービーと、なんかスリーコインズみたいなやつのちょっと違うバージョン。なんだっけあれ、なんて言うんだっけ、スリーパーじゃなくてスリーピー、スリーピーかとダイソーが3つ混ざってるところがあって、うんうんうん、行ってきたんですよ。で、なんかお土産あるみたいな噂聞いたんですけど、うん、今回100円商品以外もかなり多いってことですか。おお、300円500円とか1000円ぐらい、キリのいい数字ばっかり。うんうん、じゃあ紹介していきますね。ちなみに何時間これ買い物した。1時間半ぐらいいたんじゃないかな。え、なんかママとさ、テンション上がっちゃってずっといた。パピコはパパはダイソーになんか駄菓子屋さんコーナーみたいなのがあって、ああそうなんだみたいな感じ、全員テンション上がってみたいな、うん、まずはもうね、使っちゃってるものなんですけども、はい、こちらの毛ウィッグですね。これさ、どこ、ダイソー100円 ?1 個300円。あー、なんかほのぼのがこの前キュンの撮影でツインテールにしててこれつけてたんですけど、結構ナチュラルだった、うん、なんか違和感ほんとない。私染めたらこんな感じ。ツートンいいよね。ちょっとギャルだな。紫ギャルだね。そう、私ちょっと紫の服のバリエーションがなくなってきちゃってどうしようと思って。メ、ね、ンバーカラーが紫なんですよ、このシーだから、じゃあ紫の髪の毛にしちゃえと思って紫にしました。はい、染められるようになったら紫に染める。真っ白にちょっと紫入れるみたいな。わかんない、あのさ、真っ白にさ、ちょっとブルーっぽい白とかさ、うん、あるじゃん、うん、それの紫っぽい白を入れたり。友達もさ、白にしたいって言ってたんだけど、2回ブリーチしてるけど白になんなくって、5回ブリーチしてやっと白くなってきたっつってた。だからブリーチが痛いっていうのと、ブリーチアレルギーじゃないかっていうのがすごい心配で。じゃあ次いきますね。続きまして、こちら小顔に見えるマスク、外出るときにね使ってます、はい、小顔。これ100円ですね。はい、定番だね。じゃあ次いくね。はい、これはパパがちょっとテンション上がった、キムバリタオル。1010円、1100円。キムバリなの、今バリ。これいくら。1100円。おお、ポーズはここに1100円って書いてあります。へえ、お、今バリタオルじゃん、すごい、いいよ。あ、そう、なんかうちタオルが何個が今治タオルで、パピコがね、多分それ使ったんだろうね、テンション上がってたね。ママが今治大好きだから。じゃあ次いくね、うん、こちら何それ、フレグランス、アロマディフューザー。ディフューザー、うん、アールグレイの匂いなんだけど、うんうん、6時間から8時間使えるらしい。え、それしか持たないの。6から8週間ですよね。
それはマミコです。そう、いくら？レシートの出番ですね。これは550円。おお、マジ安っ。いいのこれ開けて。モモのじゃないの？いやめっちゃいいね。2人ともにやけど、かわいい。香水みたいだね。ね、あれこれ大丈夫？こちらです。ちょっと使ってみようか。うん、理科の実験でやったでしょ。あ、そうそう、直眼で。はい、いい香り。これ廊下に置くのかな。めっちゃ手についたんだけど大丈夫かな。すごいいい香り。そしてこちらバニティーポーチ仕切り付き550円なんですけども、私なんでこれビリビリなの。ビリビリ無理な人。こんな感じで見えるかな。あのメイク道具のところがちょっとぐちゃぐちゃすぎて今ごめんね。この中にこうやって仕切りがあるんで、マジックテープでこうやって好きな風に仕切ってくださいってやつだと思います。しないしないしない、取っといて取っといて。はい、そんな嫌い。なんか寒気がするみたいな。これの中に全部メイク道具入れて、ここからちゃんとね出して机に置いとけるようにしたいと思います、うん、なんであのいつも使ってるやつだけを入れるポーチにする、うん、なんか無印みたいな表記だね、500円。じゃあどこの時計ですかそれは。うちの、うちの部屋、ベッドの上。ああね、あ、うちのベッドの上、私のベッドの上、うちの部屋のベッドの上に、うん、あのスペースみたいなのがあって、あるある、置けるようになったので。へえ、ちょっとね大きいかなと思って。すごい、学校の時計みたい、かわいい。これいくら？550円だって。安い。しかも見て、これ開け方ピザなんだけど、ガッツリ。あの他の大きさも550円だった、うん、へえ。うちらの部屋の時計変えようってずっと言ってんのに変えてないね。の端に550円って書いてあります。南山電池、炭酸電池。南山電池ってもう3しかないんだよ。次、もうもうまた買ってる。今治タオル1100円。また買ってんの。これどれくらいの大きさでちょっと開けてみよう。あー、いつも使ってるやつだね、うん、私基本的にお風呂上がりはここに持ってきて、でこのままぐるぐるぐるってして、ここにこうやってやると固定できるんですよ、髪の毛を。なんかさ、こう乾いてる状態で前髪ある状態で見るとさ、なんかさ、サザエ。いや、わかる。いただきます。こちらフック。それはいくら？330円。おお、高い。これは私の机の横にさ、かけられる場所があるじゃん、うんうん、あれ1個だけじゃ足りないなと思ったので、もっと買い足そうと思って買いました。ダイソーに売ってなかったの？ちょっと気分上がっちゃって。オシャンティーなのがいいの。ああ、わかりました、すいません。続いてこちら、私のお土産は、どっちの土産だっけ。あ、後ででいいよ。じゃん。何それ。300円なんだけど、うん、こうね回してあげるとこう出てきて、乳液入れるやつ。すごい。化粧水も入るかなと思って揃えたいと思って。これすごい。めっちゃいいじゃんこれ。乳液と化粧水を入れようと思って買いました。銀座行こう一緒に。銀座のさ、ご飯食べ行こう。銀座シックスやね。あ、銀座シックス行ったの、本買ったところ。あ、はいはいはい、あそこの本屋さん好きだから今度本を奢って。本を奢ってって言い方なり。ご飯食べに行きたい。あ、いいね。ランチとかでいいから。ルンチ、ルンチでいいから。ということでこちら、これ一番いいかもしれない。これいいよね。こちら冷たいものってやるの。ほら、こうだよ。で、ここだ多分。これ、こうやって取ってここにこう入れる。やっといてあげるから、まあ、注意しようか。ありがとう、お姉ちゃん。続きまして、うちはお姉ちゃんへの。なんで今やる、そろってるんですよ。続きましてこちら、マミコが買ったエコバッグ330円。へえ、広げてみていいかな。いいよ、今やっぱエコバッグの時代だから。すごい、なんか質が面白い。おしゃれ、素敵、かわいい。なんか普通にバッグとして可愛くない？めっちゃいい。なんか素材がさ、見て、トゥルトゥルしてる。かわいいこれ。へえ。続いてはこちら、パパがね、うん、これ見せてきて、うん、これいいよね、開けるとき楽しい。え、はい、精神年齢が低すぎなんだけど。ダイソーで買ったポテチ。なんで開けるとき楽しいの？ここ開けるのさ、こうやってさ、やる。ああ。こう、こうやって押して開けるのって。全部開けといてやろうかね。楽しみだけどやろうかな。じゃあ次行きます。私ですね、この時お腹が空いていて、はい、食べたいなと思って、うん、ブルボン。それなんかあれ3つに200円とかでしょ。ビーボン、ビーボン。何でした？薄味と、あ、これ好きだよね。と、しっとりチョコ。これほのちゃんすごい好きなイメージあるわ、うん、しっとりチョコ好き。これ食べたい、私欲しい欲しい。
きよ。やった、嬉しい。なんかペンライトみたい。次、はい、じゃあポテト、人参の大きいバージョンあったんで買います。これを下から切ってこうやってやるのがめちゃくちゃ好きです。わかる。次、こちら気になったんで買ってみました。何それ。ペン。え、ペン、アイライナー。そうだよね、びっくりした。ペンって言うなよ、コスメのことペンって言うなし。一旦ここは口内炎。ああ、かわいそうに。ビタミン剤飲めないよ。私はちょっと前にさ、ドラッグストアでの購入品紹介で口内炎ができたから薬買いに来ましたって言って紹介したんだけど、そのコメント欄結構みんな、え、大きいのだったら絶対病院行った方がいいよとか、治らなかったら病院行きなんていうね、温かいコメントたくさんあったんですけど、無事治りました。で、しかも飲み薬だったんだけど、ビタミン剤っていうかビタミンがいっぱい入ってたのよ。で、そっからその口内炎の薬飲んだら肌も良くなったの、ビタミンのおかげで。よかったね。で、そっからビタミンの薬を別で買って今飲み続けてます。ただ肌がちょっと綺麗になった。次いきます。こちら、はい、シルコサンド。何それ。パパパが買ったやつね。パパパが買ったやつね。あとこれ私が買ったやつ。え、アマノットあるよ、さ、に入れちゃいなよって言ってくれました。はい、柔らか甘納豆、一緒に食べようね。なんかほのちゃんも和菓子好きだよね。パピコも結構和菓子好きなイメージが。なんか甘ったるい甘いのは好きじゃないんだけど、どう考えても甘ったるい甘いのででも甘いのが好き。次こちら、あ、それ私今日ダイソーで見た。パパがね、でかいのあるやんっつって買ってた。カツヤのカツだよ。1枚入りだって。これ1枚しか入ってない。続きましてこちら、カップニードル。これガタガタ、カップニードル。うん、面白いじゃん。ニードルって何か知ってる？うん、正解。卒業した瞬間に開けるやつ。そう、よくない。1個だけこっちだけ開けて、2個は開けない。偶数はちょっとなんかあんまり良くないみたいな、良くないよ、奇数がいいって言ってるから、うん、開けるのも14個にするし。なんて言いました。13、13。隣のやつなんて言いました。今卒業楽しみにしててください。早く私は年卒業したんですけど、年越したいって言うとしたでしょ。いいじゃん。はい、次、まだまだ先の話だけどね、もう受験頑張る。先に頑張らないと。頑張れ、頑張れ。はい、はい、パッチリ幅広。これダイソー。ダイソー100円。うん、この日にこのアイプチ使ってめっちゃ広くできてる TikToker さんを見てそんでめっちゃ長いんだけどな、2重作り方みたいなのがさ、それを見てこれ使ってたからどうかなと思って使います。うん、次こちら、はい、キャンディ。キャンディキャンディポンポン君とハリハリな笑顔に。じゃあキャンディでございます。はい、これあの夜にペロペロ舐めさせていただきます。そしてですね、はいはい、あ、わー、マジ？私の、私さ、見えてんだよね。梅干し好きっていうのは伝えてるけどさ、お土産でしょ。それさ、普通のタイプで売ってるくらい。すごい。ここから1年以内にはピアスを開ける予定なので、はい、こちら、これ全部300円です。これピアスじゃない。ピアスじゃないの、見て、イヤリングなの。めっちゃいいじゃん。結構みんなにさ、何個知ってるの、ここ開けてますかとか言われるんだけど、全部このフェイクピアスですね。このタイプさ、絶対すぐ取れるよ。私このタイプ買って2秒で取れたもん。300円なんだけど、まあ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 、うん、300円だからね。ラスト、これはすごいね。なんか耳のここにもいけるやつってことだよ。ここにね、こうやって入れたよ。うん、ピアス開けないよ、なんかね、もう一度開けた方がいい。じゃあまずこちら。私2個あるの。え、嬉しい。そう、気になってたんだよね、酸っぱい大作戦。嬉しいんだけど、そうそう、梅。お土産ってのはね、ダイソーで買えるものを買ってきてダメなんだよ。あとこちら、メッシュコンビニバッグ。何それ。330円。かわいい。かわいい。これかわいい。そう、ママが本当はこれ買おうとしてたんだけど、さすがに派手すぎかなって言って。ママが。そうで、茶色にしてたんだけど、じゃあ、のんちゃんこれ好きそうじゃんってうちが言って買いました。うん、ママめっちゃいいこれ。うん、私エコバッグ結構使うんだよね。図書館で本借りることが多いんですけど、その本を読んで。図書館とか。あ、でも私が読む本は雑誌だから。図鑑とか借りたりするんで。嬉しい。いいやん。え、かわいいこれ。普通にさ、バッグとして肩掛けできたら最高だったけど。ちょっとね。できるな。いや、滑り止めがあるからのんちゃんも肩落ちないかな。かわいいこれ、嬉しい、ありがとう。これ300円。へ、うん、かわいい。以上、ありがとう、これ嬉しいわ。じゃあ合計評価してもらってもいい。待って、これ食べる。ちょっと私気になってたんで食べてみようと思います。私もじゃあちょっとこれ気になってたんで食べようと思います。どんな味するのかな。おいしい。うん、では気になる合計金額いきましょう。合計はプルルルティン、9434円。
1000円とかさ300円の商品があるのにさ、うん、公園だって安くない、うん、確かにね、普段見ないような商品たくさん見れて嬉しかったわ。これいいね、これいいよね、これが一番いいわ。これ私も欲しい。スキンケアするの楽しくなんない？ああね、私が使ってんのはこちら、防具チャンネルとかで出てきそうだもんこれ。銀座行こう、うん、ってことでまた今度銀座のダイソー行ってほしいと思ったヒートグッドボタンさせていただきお願いします。無印でもですねショッピングされたみたいなので、そちらでの購入品紹介もね近々やりますので楽しみにしててください。それではまた次回の夜マグロをしましょう。キャンペーンバイちゃん。低くなり響く音透明